パーチャマでございます。ペス2018に向けて素晴らしいパーパーを見つけました。そしてボルトのなんとまだどこにも出てない、どっかに出てるんだろうけどね、ボルトの情報が出ております。このねペスマスターっていうな、聞いたことないんだけどペスをマスターしている、まあ、ペスっていうのはプロエボリューションサッカーということで海外のウィニングイレブンの名前ですね。ペスをマスターしたサイトがあるでってことで、一応体験版に入ってるやつなのかな、全部能力値が出ております。でディマリアとかね、ここは、誰だ、ディエゴ・マラドーナか、あれはないのか、あれないんだね、あのペス DB っていうサイトがもう一個あって、そっちにはね、あのデータベースって言って選手の全部能力が載ってるのにプラスして、スカウトでどんな組み合わせにしたらこの選手何パーセントで取れますよみたいなのが全部見えるんで、初期の頃はね結構皆さんペス DB PESDB ということで、パーパーして覚えて活用してくださいということで、それに似たサイトなのかな、ペスマスターでの見つけましたので見ていきましょう。まあメッシとかいろいろあって、ボルなんとね、あのねボルトの能力が乗ってんだよ。それが本当かどうかわかんないよ。まあ、この体験版とかに出てる人たちは、もう体験版出てるからわかるじゃん。そうだねっていうのが。で、ボルトがボンバーっていうことで、この能力になってます。ナショナル、国籍はジャマイカ。英語なんですよね。で、チームはフリート。リーグもフリート。ポジションは LWF ということで、ロナウドと同じとこですね。エイジが31。ストロングフットが、レフトだから ?L だから左か。で、身長が196、体重94ということで、マイクラブイエスということで、マイクラブで使いますよイエスということが出てますね。タイプがノーマル。感じ?こんな感じ?能力はこんな感じよ。パスとかドリブルとかシュートはないけど、スピードとフィジカルがあるということで、チャーマークが作ったボルトとどんぐらい違いがあるのか、見ていきたいんですけども、これアタッキング、これオフェンスセンスとかですね。で、ボールコントロール、ドリブリング、ローパス、低いパスかな?ロフテッドパス。ロフテッドが、多分、フライパスだよね。で、フィニッシング、決定力、セットピースタッキング。セットピースタッキングって何なんだろう?多分あれだよね。プレスキックの能力。で、カーブでしょ?ヘッド、ディフェンスのセンス、ボール、ウィニング、ボールを、ダッシュ力。で、キッキングパワーがキック力、78。で、スピード、エクスプレンション。スピード、トップスピードと、瞬発力が99ということで、さすがここは、世界最速の男、ボルティー。しかし、ボディコントロールが66ということで、ちょっとぶつかられたらくねってなっちゃう?あ、でもそれフィジカルコンタクトが84だから、まあまあ硬い。ただ、ボディを、よろける。よろけた体を持ち直す能力は66ということで、2017で言えばベラッティとかメッシとかが高かったのがボディコントロールかな。あ、メッシはフィジカルコンタクトも高かったんだけど、あ、多分ね、ベラッティとか、コケとかがね、ボディコントロール高かったんじゃないかな。それで俺使ってたような気がする。でジャンプが80。ゴールキーピング。まあ、この辺、ゴールキックの能力は、ゴールキックじゃない。ゴールキーパーの能力は40。で、スタミナが68。俺言ってたやん、ほら。スタミナ低いぞ絶対つって、そこ当たってたね。ノンドームリーグユーセーブ、ノンドームレグブレック、まあ、怪我のしやすさとかそういうことか。1ってことはめっちゃ怪我しやすくない？あれ、これなんだったっけ、怪我しやすさと、あとなんだっけ、あ、逆足精度か、そういうこと、あ、違う、逆足頻度と逆足精度が1で、コンディションが6で、怪我の耐性が3ということで、まあまあ普通なんだね。いかがでしょうか皆さん。ボルティのボルティがパーパーして、こんな感じでパーパースントンちゃんなんですけども、まあ、やっぱり予想通りって感じかな。まあ、決定力が、ね、これで70とか80とかあったら、ボルトより能力低い選手、サッカーの現役選手に失礼だろみたいな声がありましたが、まあ、実際そこら辺をね、魚でしないように、ボルトの気持ちをスンスンスンと上げてあげるような能力になってますね。まあ、身長もあるし、だから、身長はだから、イブラとかと同じぐらいだよね。イブラで、足が速いイブラって感じですかね。で、決定力とか低いけど、まあ、2018、結構裏抜けが強いんで、裏抜けした、抜き切った後は強いんで、追いつけないでしょ、多分ディフェンダーが。それで何回もチャンスメイクして、下手なシュートをたくさん打つっていうのが、ボルトの一応の正解なのかな。まあそんな感じでね、いろんな選手の、あれが見えます。ペスマスターですよ。PESMASTER ということで、これがパーパーしております。で、俺がね、ちょっと気になったのが、これ、キットクリエイター。これ多分好きな人いる。興味ない人いるだろうけど、これ見て、ユニフォームをね、自分で作れるんだよ。3D ビュー、テキストビュー。で、これでね、この画像で、ここでは、この画像ね、よくあったでしょ。この画像。
見たことあると思う。あの一回はね、あのユニフォームのエディットに挑戦しようと思った人、この画像は見たことあると思う。この画像をあのファイルで入れて、プレイステーション4に入れて、3でも入れれるのかな、入れれるね確か。入れてそれをね、あのウィニングイレブンの中でこれにしてくれるわけよ。ただ俺らこれでしか見ないからさ、やっぱこれで見て、腕は何色とかさ、こうやって腕は何色とか決めた方が分かりやすいじゃんね。じゃあここがこうなるんだけど、ここが腕だからとか、ここが足だからとか、超めんどくさいの、超めんどくさくて、書き出した後に、なんかこっちだけ違う色やんとかもあるんだけど、これいい。これにして、ここをこうやって何色みたいな自分で作れて、ね、ここ何色にしようかなと、逆に白がいいんじゃねえかみたいな。なんだこのなんかこれすごいね、なんかね、なんだろう、チャリティーマッチ感がすごいね。なんだろうこの俺のセンス。チャリティーマッチをやるんだったら俺に全部ユニフォームはあの作らせてほしい。ただまあちょっとちゃんとしたね、クラブのあの来季のシーズンのユニフォームお願いしますって言われたらお断りしますわ。俺その辺は分かってるから、自分に過信しない、自分の身の丈っていうのは分かってる男。できることできないことはちゃんとパーパーさせていただきますよ、ということで How to use select a best tempo で、これセーブキット、セーブしたら、あ、え You have no、なんかログインしろって出てきたな。これセーブデータで書き出せないのかな。セーブキット多分これだと思うんだよね。フィードバック、これもしかしてこのサイト内で遊ぶだけのものってこと。それ勘弁してほしいんだけど、それはさすがに、それはさすがに勘弁してほしいよ。ペースマスターオンツイッター、これツイッターアカウントでパーパーするよみたいな。あ、違うね。これがこの際ペスマスターのサイトなんで一応フォローしとこう。ツイッターやってる方はね、チャマくんのツイッターのフォロワーの一番上、フォローしてる人の一番上から飛べますんで。わかった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 、超簡単だった。この画像の上で右クリックして名前をつけて画像を保存すれば、このようにですね、パーパーされます。こうやって PNG の画像でパーされるんで。で、これロゴとかも全部入れられるみたいなんで。かなりね、この How to use のとこに Upload and Adjust Team and Sponsor Logo とかもあるから、自分の好きなスポンサーを募集しちゃおうかな。チャマンチェスターユナイテッド、新しいユニフォーム作って、実際のサッカー選手のチームみたいにチャマンチェスターユナイテッド1年間やるんで、ここのロゴ売りますみたいな。それええんちゃう、やってみる。ぜひね、ぜひチャマ君胸のロゴ入れたいって言って企業さんいないでしょうけど、送ってきてください。これでは、ちょっとどうしよう、チャマンチェスターユナイテッドやめるか。ユニフォーム作っちゃう、デザインをもう、ロゴとか多分これでキットだけなのかな、あれはできないの、あのユニフォームじゃなくてセーブキットじゃなくて、なんだ、ユニフォームじゃなくてシャツ、ショーツ、ソックス、ロゴス、エクストラデザイン。エクストラデザインっていうのが何なんだろうね。あ、こういうのできるんだ。結構自由度高いね。やらんでいいけど、結構シンプルなのが俺好きなんだけど、もしかしたらね、チームのロゴとかも全部作って、パーパーしたら、もっとおもろくなるかもしれん。しょうもないこと考えてしまったな。でも面白そう。それでね、稼ぎになったら、あの、有名プレイヤーが1年間ここに胸につけて、何回ぐらい、配信して宣伝しますみたいな感じで、未来が明るくなるぞ。プロゲーマーって今までだったら、他のゲームだったら、ま、大会賞金とか、なんか企業からね、お金をもらってとかあったけど、もちろんスポンサー。それが、ね、なんかよりサッカーっぽい形で、リアルのサッカーとリンクした形でできるかもしれません。面白いサイトのがあったので今日は紹介でございました。あとはペス DB ね、やっぱね、こういうのあるとゲームやりながらだいぶね、あの攻略が楽になるんで、どんどん活用していって、まあ、ペス DB でこれだと、まあ、これは多分ユニフォームキットぐらいかな。あとペス DB っていうところで、あのスカウトの組み合わせもね見れますんで、その辺をねぜひぜひ有効活用して、2018ではライバルに差をつけろ。さようなら。パッ！まったねー。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。